こんにちは。この動画チャンネルをご覧くださりありがとうございます。このチャンネルは料理、和服、旅の記録などを中心としたチャンネルです。まだ発展途上中です。お気に召されましたらチャンネル登録を慎んでお願い申し上げます。さて、画面でお分かりのように岡山城に出かけた記録です。岡山城、別名外壁がカラスのように黒いことから鵜城と呼ばれて親しまれております。戦国時代に備中東部から起こって美作備中東部まで勢力を伸ばした宇喜田氏が本拠地としたことで近世城郭の基礎が生まれ、その後小早川氏、池田氏による整備拡張が行われました。小高い丘の上、朝日川沿いに建てられております。南北朝時代の昭平年間1346年から1369年に石山台、岡山に城を築いたことが始まり、明治2年1869年の版籍奉還により岡山城は藩の府城たる役目を終えて、明治6年1873年の廃城令により順次建物の取り壊し、堀の埋め立てが行われていき、明治15年1882年頃までには天守、月見櫓、西の丸、西の手櫓、石山門を残すのみとなりました。しかし1945年昭和20年の6月29日の岡山空襲で天守石山門を焼失。1964年から1966年、昭和39年から昭和41年にかけて天守を鉄筋コンクリートにて再建。同時に不明門、廊下門、61簡易上門、堀の一部も再建されました。
お城を挟んだ旭川の向こうに日本三大名園と呼ばれる後楽園があります。ぜひ訪ねてみてください。いいところでしたよ。